かつて男たちは戦い、この世に一時の平安を残し、天に地に散っていった。だがその男たちの戦いの歴史も砂の中に埋もれ、人々の記憶から忘れ去られていった。そして数年後、平安は時とともに貧富階層の差を生み、世は再び混迷の時代に向かっていた。私兵隊と呼ばれる軍隊が大きな権力を持ち、自分たちで作った法のもとに悪事を働く。奴らに背けば命と権利の保証はない。ある者は殺され、またある者は収容所へ送られる。しかし、死刑隊に抗う軍勢も存在した。リンとバット、二人が率いる軍勢もその一つ。大きく成長を遂げた二人は、収容所に向かう囚人護送車を襲撃する。百裂拳、おーっさーねっ、粉々に砕いてくれるわ。反流飛河、俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。北斗の軍。リンとバットは北斗の旗を立て、囚われた人々を救ってきたのだった。それを知る死刑隊は火を放ち、護送車に乗る人々を皆殺しにしてしまう。肩を落とし、拠点に帰還するリンとバット。そこで待っていたのは、なんと五射精の一人、海のリハク。リンとバットを見守るリハクは、再び訪れた乱世にケンシロウが戻ってくることを願うのだった。とあるエリアを訪れたリンとバット、そこにはおびただしい数の難民が押し寄せていた。中央より派遣された精鋭治安正規兵がこれを排除にかかる。だが難民もまた正規兵であり、破壊された別のエリアから流れてきたのだった。軍司令のバスクはすでにこの事態を理解しており、何者かがエリアを破壊して回っていることも知っていた。そこへ舞い込むリンとバットの目撃情報。バスクは群衆の支配にリンの名を利用する。一人の女性にリンの名を冠させ、処刑を始めるバスク。その時、赤眼の巨馬に乗った男が現れる。それは北斗神拳の伝承者、ケンシロウであった。知りてぇのか、ケンシェほぉぉ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 ぉ
将本列。北斗神拳究極奥義武装転生。この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光が皆に届きますように。わあ、北斗百裂拳。おっさふふふふ、粉々に砕いてくれるわ。残留飛河。勝負案。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。バスクとその部下を圧倒するケンシロウ。悪感どもを片付け、かつての仲間が再会を果たす。その後、ケンシロウはユリアの死を伝え、形見の品をリンに託す。そして、成長したリンとバットを戦士として認め、エリアを破壊するための旅に同行させるのだった。俺はお前を倒さねばならん。返せ！本山両山馬！で、無理！そんなバカな！うわぁ！ルーとりゃ！おや！タコは！うわぁ！みんな、どかも。シャン！元山両山馬！うわぁ！勝負案。失ってはならぬもののために。尊大な態度でとあるエリアに向かう男がいた。その名はアイン。町に入ったアインは死刑隊の隊長に賞金首を差し出す。そこでケンシロウと呼ばれる男を倒せば一つのエリアが手に入ることを知る。すぐさまその男の首を取ると決めるアイン。その直後、ケンシロウが大軍を率いて町に到着する。アインはケンシロウと相対し、恨みはねえが貴様の首をもらい受けると言い放つ。何のためにと問うケンシロウ。それに対しアインは一言で答えるのだった。これのためだ。死にてえのか。うん。
岩山両山兵は、天下喝采。天よ、北斗神拳究極奥義、無双転生。この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光が皆に届きますように。わあ、北斗百裂拳。おっさー、勝負案。北斗神拳は無敵だ。ケンシロウは難なくアインを圧倒した。しかし命までは取らずに剣を引く。それはアインが女のために戦う男であるからだった。アインは敗北を喫したものの、必ずその首を取ると言い放つ。その後ケンシロウはエリアを滑るゲイラを仕留めた。一方アインは守るべき女アスカを狙う賞金首を蹴散らす。そして娘であるアスカのためにケンシロウを倒すべく、アインは北斗の軍をつけ回すようになるのだった。俺の命はお前の幸福のためにある。北斗神拳究極奥義、無双転生。おーっさー、わー、北斗百裂拳。おーっさー、ね、粉々に砕いてくれるわ。残留飛河。強敵、反逆の呪しは上げられた。返
この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光が皆に届きますように。天照本裂、失ってはならぬもののために。道中で野宿をする北斗の軍、アインも近くで野宿しており、バットはそこを訪れる。アインの剣を見たバットはその強さを認め、エリアの一つぐらいはどうにでもなるという。そして実際にアインを誘い、二人だけでエリアを襲撃する。だがシティや中央が存在する以上、いくつエリアを落としても無駄だというアイン。一方バットは、これなら中央を潰せばいいと言い放つ。そこへバットに続けと仲間が駆けつけ、エリアを陥落させる。アインにはバットの無茶な戦い方が理解できなかったが、バットには確固たる信念があった。賞金稼ぎの娘は賞金稼ぎの娘でしかなく、奴隷の子は奴隷でしかないという世の中を好きなやつのために変えたいというバット。その言葉はアインに大きな影響を与えるのだった。ここは父さんにじ返し本山両山か、これ連連天下喝采、戦う剣士たちに光を。死ぬ。超本列、返し、北斗百裂拳、おっさん、粉々に砕いてくれるわ。残留飛河、返し、この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光が皆に届きますように。ん、霧と砕けよ、北斗合掌、北斗百裂拳、おっさん、粉々に砕いてくれるわ。残留飛河、俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。バットに感化され、
アスカのために歴史を作ると言い出す愛。その一歩目として賞金稼ぎという汚名を返上するために永久反逆者収容所を襲撃するという。そこで仲間の裏切りに遭うもケンシロウの手を借り自ら収容所に放り込んだハーン兄弟を解放する。二人の実力はそれぞれが自分と互角だという愛。その実力者をまとめて収容所へ放り込めた理由は帝都の将軍金色のファルコが二人を倒したからであった。その強敵ファルコに対しアインは男としての覚悟を決めアスカを安全なところへ連れて行ってくれと頼む。それを受けケンシロウはマミヤとアイリが住まう村に向かう。だがその村にはすでにテイトの魔の手が伸びていた。村を襲ったのはハーン兄弟をも倒した金色のファルコ。天空に輝くは自らの母性天帝すなわち太極性のみとし北斗南斗の抹殺を目論む玄斗貢献の男であった。どいつが相手だ。返せ。本列開始。北斗百裂拳終わった。ねっ、粉々に砕いてくれるわ。残留しが勝負。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。ついにテイトが動き出した。バットたちの身を案じ国王を走らせるケンシロウ。しかし天帝軍に足止めを食らってしまう。一方金色のファルコに出くわした北斗の軍は危機に瀕していた。ファルコの圧倒的な力に太刀打ちできない北斗の軍。そこへ駆けつけるバズとギルのハーン兄弟とアイ。なんと創業剣の伝承者であるハーン兄弟は娘を持つアインを気絶させ、なんとの一派としてファルコに立ち向かう。だが皮膚一枚一筋の傷をつけることもかなわない。兄のバズが道連れにしようと不発弾を爆発させるも、ファルコは身を投げ出した兵によって守られてしまうのだった。
この不動、命に変えてお守りいたします。開始。おお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 ね、粉々に砕いてくれるわ。反流飛河。天照本裂。失ってはならぬもののために。金四郎を足止めした天帝軍、その一軍を率いるのはファルコと同じ帝都の将軍、始皇のソリアであった。北斗神拳対玄土光拳、その戦いが今ここに始まる。食料置いていけ。天よ、またね。天照本裂。開始。北斗神拳究極奥義、武装転生。終わった。ね、粉々に砕いてくれるわ。反流飛河。北斗百裂拳。終わった。身に砕いてやる。武将本裂ドリュー。強敵。貴様ごとこのソリアがほふってくれよう。この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光皆に届きますよ。天照本裂。失ってはならぬもののために。
ソリアに押されるケンシロウ。これではファルコの前では赤子同然だと見下すソリア。その手から繰り出されるゲント光剣は北斗神拳と同じく天帝守護の剣であったという。体内に満ちた陶器を刃とし、敵の体、細胞を瞬時に断ち滅殺することがその神髄。奥義を極めし者たちは光る手を持つ男たちと呼ばれ、かつては北斗神拳をも凌駕すると言われた剣法であった。ソリアはその違いを叩き込んでやると言い放つ。対するケンシロウもひるむことはない。北斗神拳の伝承者としてソリアに立ち向かうのだった。剣の神髄は全てを滅殺する竜鱗。おい、剣と竜鱗鉱山、北斗はここに滅びるのだ。たわごとは地獄の鬼にでも言え。貴様ごとこのソリアがほふってくれよ。失ってはならぬもののために。ゲント光剣の真の奥義を見せてくれよ。ゲント光剣ハノリン。北斗は滅せる。赤腕一本で貴様ごとき十分だ。我が剣で滅せぬものはない。ゲント光剣のソリア、その名は覚えておこう。クリア。